こんにちは、ロックンクローラーズです。今回はですね、前回に続いてですね、エレメントエンデューロのユートロントレールトラック、スポーツエディションのこちらの製品のですね、走行レビューを行っていこうと思います。先日ね、ミッキーロックに行ってですね、シェイクダウンをしてきました。ですので、もちろんですが、完全なフルノーマル状態でのレビューです。改造カスタム一切しておりません。プロポなんかもね、RTR に付属のもので行っておりますので、参考にしていただけると幸いです。初めにね、結論から言うとですね、びっくりするぐらい走ったっていうのが、これは本当なんです。エレメントよく走るんですが、ユートロンこんな走るんだって驚きました。まあ、まずはですね、こちら、ミッキーロック行った方ならね、ご存知のこのスポット、これ LCG マシンでも意外と難儀したりすることある場所ですよね。もちろんミッキーロックはね、人工のこれ岩でして、季節とかね、天候、時間帯によってね、結構このグリップ力変わってくるんですが、こんな感じでもう登っちゃいました。実はこれ2回目で、1回目はですね、片手で操作していたんですね。撮影しながらだったんで。で、落っこっちゃったんですけど、2回目はね、両手操作にしてじっくりやったらですね、一発で登れましたね。その辺やっぱりですね、すげえなと思いました。今までね、ほんとフルノーマルの RTR であそこまで登るマシンなかったんじゃないかな、僕が知る限りね、と思いますね。もちろんですね、ユートロンこんな感じでですね、まったりとね、トレイルを楽しむことだってできちゃいます。IFS2 ってことで、初代の IFS よりですね、地上高が高くなってますね。あの独立喧嘩のそのサスペンションのね、部分の地上高ってことね、スキッドじゃなくてね。なので、初代の IFS だとね、岩に引っかかったりとかって、まあ、ちょくちょくあったんですが、引っかかるって止まっちゃうようなことはほぼなかったです。もちろん傷ついてますけどね、走り終わった後見ると。でもこの IFS2 がかなり大きなアドバンテージになっているのが一つポイントとしてあると思います。いい走りするでしょう。やっぱりね、これボディが軽いっていうのもあるんですよ。エレメントの良さって、ボディそこまでね、めちゃくちゃね、スケール感こだわっていろんなアクセサリーつけてっていうのをしない、そういうね、やっぱアソシエテッドですからね、そういう競技志向のコンセプトで作られているんで、ボディは軽めです。そしてね、このね、後ろトラックですもんね、より軽いってことで、やはりですね、走破性ってものが非常に高いマシンだと思います。安定性もいいと思いますね。これはね、やっぱり小径タイヤ、まあ、小径とは言わないのかな、100インチぐらいなんで、100インチじゃない、100ミリぐらいなので、低重心になるんですよね、やっぱね、小径タイヤって。あのめちゃくちゃ小径タイヤでクローラーちょっと見た感じおかしな感じで走らせる場合とかもあるじゃないですか。あれやっぱり強いですからね、好き嫌いは別として。そしてね、ここね、このスポットいつも僕検証しているんですが、一発目はね、難なくクリアしました。そしてね、ここかなり難しいんですよ。マシンの長さとかね、そういうものによってもね、ここクリアするの難しいんですが、いけるかな、なんかいけそうな感じがしてたんですよ、この時。なんでね、ちょっと挑戦したら、そう、これね、いけました。まあ、アクセルワークとかもね、ちょっとやってますけれどもね。そしてここですね。ここはですね、完全フルノーマルのマシンで登れるのかっていうのは、思ってませんでした、僕は。でもね、結果としてこれ登れました。重量カスタムとかしないとここかなり難しいような気がしていたんですが、まあ、この日のコンディションが良かったのかなっていうのもあるんですが、登れましたね。要はそっくり帰らないでしょ。普通あの角度になったらね、コテンってね、後ろにね、ひっくり返っちゃうんですが、そっくり帰らず、そしてね、このタイヤのグリップでぐいぐい登っていけるっていう部分、ちょっとびっくりですよ、本当、何度も言いますけど。
見直しました。実はね、走らせる前まではですね、まあ SE だし、まあぶっちゃけボディもねそこまでなんかかっこよくもないし、どうなんだろうな、安い値段ですからね、あの廉価版というとちょっと言い過ぎなんですが、エレメントとしてはねやっぱり安い製品なので、あれと思ったんですが、この走りを見てですね、これはねダークホースじゃねえかってちょっと思いました。下手すりゃですね LCG シャーシなんかいらねえんじゃねって、このシャーシに LCG ボディつけりゃもう対等に張り合えるんじゃねえかなってさえ思うぐらいノーマルの状態で走る、そんなのがねエレメントユートロンですよ。ウトロンって僕初め読んでたんですけど、海外の人のねレビュー動画見るとユートロンって言ってるんですよね。ちょっと意味は分かんないんですけども、ユートロンで今後は統一していきます。あとね、アプローチアングルが意外と高いですよね。こういうマシンって意外とそのボディとかバンパーとかそういうの干渉してね、要はアプローチできないっていうこと多いような印象があったんですけれども、なんかアプローチアングル不足でもう無理だってことがねほぼほぼなかったような気がします。結構そう、こういうとことかね、このボディの形状やっぱいいのかもしれないですね。タイヤがすぐね岩に噛んでくれるんで、ボディとかねバンパーが当たんないんですよね。優秀じゃないですかね、やっぱこの辺は。もちろんですね、これこの後ねすってんころりんするんですけれども、ミスももちろんあります。登れないとこももちろんあります。ただ、全体的に見て、弱点が少ないなっていう印象ですね。こことかもねダメだったね。ここミッキーロックのね割と有名な場所ですけれども、意外とむずいんですよ。見た目よりもむずい場所、ここもダメだったね。でここはいけたと思うんですけれども、まあ、あえてねちょっとねなんかヤバめの場所を選んでそういうラインでね攻めてね検証してるんですが、これちょっとねリアのバンパーに引っかかってるね岩にね。でも今抜けたね。で亀の子にならないですね、ほとんど。この意外とね地上高の低さのマシンで、タイヤもね100ミリで車高高くはないですよね。高すぎることないじゃないですか。だからね亀の子になることって意外とあるんですよね。でもこれ今回の遊びで亀の子になったこと一回もないですね。逆に低いからいいのかね。高くて引っかかっちゃうとねあれなんだけど、低いからタイヤ暴れさせればねある程度逃げられるっていうのはもちろんあると思います。やっぱその辺はねタイヤのサイズってね難しいところですよね。もっと小径のタイヤで遊ばせると多分もっと走るんですけれども、そうするともうなんか違うなんかマシンになっちゃうんで僕はあんま好きじゃないんですが、このぐらいのサイズだったら全然いいと思います。ただ、以前今まではね120ミリタイヤがもう絶対的だみたいな風に僕なんとなく思ってたんですが、100ミリぐらいのタイヤって意外といいのかもしれないなって思いましたね。これ120履いたら多分このボディダメだよね、そう思います。引っかかっちゃったね。打角に関してはですね、45度は曲がってないですね。あのトラクサスとかノーマルのエンデューロとか、ノーマルのエンデューロっていうか IFS じゃないエンデューロとかね、あの辺だとね45度、ほぼほぼ45度曲がりますよね。アキシャルのやつとかね、ベースキャンプとかも。だからこれでもっと打角がアップしたらもっと最高かなっていうのはあります。
とはいえですね、総合的に見てですね、これはね非常にお勧めできるマシンだと僕は思います。結構僕ね、まあユートロン言ってもエレメントの、まあ、廉価版、価格帯的にはね廉価版の製品だし、まあ、ボディもねそこまでなんかねちょっと僕的には魅力感じないボディだしみたいな、ちょっとあったんですよ、そういうのは。正直言うとね、でも、やっぱねさすがのアソシエーテッドですから、なんかそんな変なものは出してこないってことですよね。めちゃくちゃ走る、むしろノーマルのエンデューロより走るマシン、それがスポーツエディション、そんな気がしてですね。センデロのスポーツエディションとかもありますよね。あの辺もね、あれはノーマルのアクセルですから、その辺気になるところですね、どんだけ違うのか。ということでね、皆さんも、エレメントね買う際にはですね、ユートロンちょっとね候補に入れてみてもいいんじゃないでしょうか。僕にとってはですね、今年のベスト5に入るマシンの一つはユートロン確定です。今後ですね、カスタムとかしてですね、もっとね化け物級の走破性目指したいと思います。それではまた。